たします。山尾拓実、ゆめ、あまき、あすかの3人でお送りいたします。軽トラックにはねられてチート能力を手に入れた僕が目の前に、これってもしかして僕たち私たち入れ替わってる？スタート。こんな状況でね、あの2人がね、あのぶつかりそうで危ないなと思ったから、とっさに2人の魂をパッて入れ替えたんです。わかりますよ。あ、じゃあもう証拠見せてあげますね。せーの、じゃーん。あーだね、なんてひどいことすんのよ。すっごい痛かった。嘘だろ。いや、本当なんですよ。いや、俺の体めちゃくちゃ痛かったんだけど。もうそれは跳ねられましたからね。いや、なんかもっとあったでしょ。時間止めるとか、テレポートさせるとか。いや、もう気づいた時にあなた跳ねられてたんですよ。全然立ち上がれない。じゃあ、今回復魔法かなんかで。回復魔法ね、回復魔法みたいな便利なものあったら神様もそれ使ってるんだけど、神様的にはちょっと難しい。かわいそうにピエンピエン、やち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 、もうどうにかしてくださいよ。神様なんでしょ。だってこの人スマホ見て歩いてたんですよ。ただでさえ人身事故の時点で良くないのに、スマホまで見て歩いてたんです。それは確かに。
だから、あの、罪をなかったことにするのもなーって。あ、いや、だからって、俺がこの人と入れ替わってどうするんですか？え？会社には仕事にはなんて言えばいいんですか？神様だからそんなこと言われてもわかんないの。お前ね。ふざけんじゃない。確かに私が引いたのが悪いかもしれないけど、こんなだだっぷらいところで引かれるこいつもこいつでしょ。こいつも怖い。やめて。なんで私二人助けたはずなのに、なんで人助けしたのに、あの、怒られてんの。もう神様なんでしょ。どうにかしなさいよ。オッケー、行くで。入れ替えるのは嫌だよね。お願い、戻さないでください。神様だからどうにかしてください。お願い。オッケー。あ、よかった。じゃあ、ね、この人にちょっと喋るからどいてくんない。はい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 、どうぞどうぞ。すいません、聞こえますか？あの、私あなたが跳ねられる時にチート能力を授けました。それを使えば助かるかもしれません。チート能力？あ、はい。あの跳ねられる瞬間にうーって願ったことは本当になる神様の力なんです。使えそうですか？はい、OK。 どうやって使うの？あ、簡単ですよ。こう全身にギューって力を込めて可愛くシャッてやるんですよ。あ、簡単ですよね。いや、この体じゃできないですよ。チート能力にしたの？自分の傷を相手に押し付ける能力を。ございます。はい、そのまま山尾さんマイク持っててくださいね。ちょっとインタビューをさせてください。はいはい、山尾さんは2つ脚本を書いてくださったと思うんですけど、この2つに込めた思いとかあるんですか？ないです。ないです。交通事故はいけないよっていうお話です、これは。はいはい、ちなみにもう1個前の悪の女幹部の方はないんですか？もうあれはですね、夢を見るは楽しいけど大変だよっていうお話です。だそうです、はい、何か皆さんにこう心動くものがあったら嬉しいなと思います。思います思います、はい、ということでそのまま聞くんですけど、はい、12月の28日に何かがあると。雑いな振りが。はい、今回夢叶えフェスということで、僕も一つ夢を持って、来ました。僕が今
ベルパルクホールっていう新大阪の大きめの劇場でお仕事してるんですけど、その劇場がなんと今年の12月28日に潰れることになっちゃいました。来年から僕無職なんです、助けてくださいっていうのは別にどうでもいいんですけど、そこで僕山奥局メルパルクホール大阪で公演をすることにしました。閉館日最後に、ホールへの感謝の気持ちとかいろんな思いを込めて、公演します。ただし客席が1000人あるんで、チケットがねあと850枚ぐらい売らなきゃいけないんです。で今見る限り10人くらいいるんで、皆さん来てくれたらあと840席でなんとかなるんです。僕の夢、最後自分の劇場を満客のお客さんで埋めたい。よければ皆さん僕の夢叶えるの手伝ってください。僕とあと前さっきブルーレンジャーで出ていた後藤さんも出演しています。ぜひぜひチラシだけでももらって帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、12月28日メルパルクホール大阪にてお待ちしております。もう一度大きな拍手をお願いします。はい、ということで第1公演目はこれでおしまいなんですけど、次の第2回目の公演は12時15分よりやります。その前にね、11時半から河内警察さんの紹介してあげて。そうです、河内警察さんが11時半からここで着ぐるみさんとかいっぱい連れてきてやってくれるんですよ。私もちょっと見たいなと思って、着ぐるみ好きやから、ぜひ皆さんも一緒に見ませんかっていう。着ぐるみってあの緑の頭のやつじゃねえだろう。緑の頭のやつも出るんですか。出ねえよはい、皆さんぜひ一緒に夢かなフェス楽しんでいきましょう。ありがとう。はい、ありがとうございました。